ちょっと、議員さん、もう3日も経ってるんですけど。向かいはどうしたね。誰も来ないやる。あれ、おかしいな。なんでだろうな。ちょっと、団長さん、どうなってるんですか？コラボ先の銀さんが待ってますよ。このままじゃグラブルどころかトラブルですよ。トラブっちゃいますよ。もうトラブってんですよ。っていうか、迎えに来ないだけならまだしも。この島、何にもないね。食べ物も水もないやる。たまーに魔物がいるだけね。まずいぞ。このままじゃ飢えて死ぬ。嘘でしょ。コラボどころか僕たちただ異世界に来て遭難してるだけじゃないですか。やだ、絶対やだよ、こんな死に方。水、ご飯。おい、神楽、何すすってんの？何一人ですすってんの？神楽ちゃん、何か食べ物見つけたの？独り占めしないでよ！昆布みたいな味するね。なかなかいけるわろ。大丈夫？本当にそれ食べて大丈夫なやつ？食べちゃダメそうな見た目してたぞ。神楽、ペッてしなさい、ペッて。ダメだ、離さねえ。腹壊しても知らねえぞ。ほら、言わんこっちゃない。うえめっちゃ気持ち悪いやる。水、水。お、川見つけたね。あの川でちょっと水飲んでくるある。どこにも川なんてないけど、その川は見えちゃいけない川じゃない。行っちゃダメだ、カグラちゃん。知らないババアが手振ってるある。まったくしょうがねえやつだな。ほら、おぶってやるから。おい、新橋、ちょっとあそこの川の水飲ませてくるから、ちょっと待ってろ。あんたも見えてんのかよ。絶対行っちゃダメだから。渡っちゃダメな川だからな、それ。二人とも本当にしっかりして。あ、やべえぞこれ。本格的に意識が眠くなってきたある。二人ともダメだって。寝たら絶対。ああ、でも僕も意識が。嘘でしょ。こんな最後。コラボしたと思ったら遭難して餓死なんて。あんまりすぎる。
誰か来たのか。まさか。ようやく団長さんが。